13万入ってる。すげえぞあいつ。すげえよ。これやばいね。クレイクマじゃないですか。やりすぎる。はいはい。オッケー。待って。ありがとうございます。マジっすか。テンションなるよみたいな。マジで。はい、というわけで。あいつゲスト切りやがった。最後の10分荒稼ぎすると思って。やっと入りましたよ。これありがとうございます。本編ありがとうございます。行く気だぞこれは。あのね、ありがとうめん。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、ちょっとやりすぎだろうがよ。やばいこいつマジで。いやーこれはなん、いやちょっとこれはまずいな。マジで、いやどうしよう。やばい。そういう職業の人になったらいいんじゃないですか。そういう職業の人、投げ銭を煽る人になる。いやいやいや、それが一番合ってんじゃない。こんだけ頑張って俺ずっとずっと投げ銭を煽る人。なるほどね。なるほど、こんだけやって頑張って音楽をやめて投げ銭を頑張る人になるかもしれない俺が。現在このままこのまま独走したい。はい、現在集計中です。はい。いや、やっと、とりあえず今日の夕方16時の段階で、リトルキング拓哉のチケットの、売れ行き枚数に僕も並びまして、つい70行きました。ありがとうございます。皆さんのおかげで、こっからどこまで伸ばしていけるかっていうのはやっぱ、そうっすね。あとは、まあこれが最後の宣伝なんで、あと一生懸命やるだけですね。めちゃくちゃ緊張してます。なんでちょっと僕、クソ真面目にやろうと思いますんで、チョメとか、タクヤとかと、違って、コメントとか見ないんで、僕開かないんで、携帯を。なので、ちょっと見てるお客さんを信じて、心をね、打つような、しっかり、歌で。見た方がいいんじゃないの？半分ぐらいで一回見ます。なんで、お邪魔くたくさんください。どっち？そうですね。なんだと。正直かなり厳しい状況だと思うんですけど。はい、そうですね。その福ちゃん的にその逆転の一手策は今回あるんですか？策はございません。ございません。いや、ちょっと待ってください。あります。どっち？あるの？あります。あります。はい。あります。そうですね。それはまず、打ち上げ生配信のゲストにご注目ください。おー、なるほど。これ、まあ、多分今回僕が呼んでるゲストの中、この制作内で呼んでるゲストで一番すごいんじゃないかっていう、自信ありますんで。あ、なるほど。じゃあちょっと、それはちょっとまだじゃあ全然わからんね。そうですね。それ、ライブで発表するんで。あ、なるほど。チケットを買って、はい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 。見ていただければなと思います。こういうことになる前に、はい、一番頑張ってきたのはアダムで頑張ってきたの福ちゃんだからね。そうですね。はい。はい、まあそのプライドもあるでしょう。はい。はい。ようやく。ようやく、ぜひとも大いに頑張っていただきたい。はい。頑張ってください。よろしくお願いします。店長なる。はい、どうも、渡るです。リトルキング竹谷です。怒涛の2日目が終わりまして。はい、そうですね、終わりました。とりあえず報告なんですけれどもですね。はい、昨日、はい、チョメピーが炸裂しまして、リトルキング拓也、はい、ハンデ込みでも負けました、はい、ちょっと無念です。無念ですが、彼はもう店長にはなれません。店長にはなれないですね。一生店長になれません。いやー、まさかでした。ちょっと、あれはでもまあ、すごかった。
ていうか、まあ、スーパーチャットかな、もうちょっとエグすぎたな。もう完敗ですね。いや、本当に、拓也がもう最有力候補なんじゃないかっていうぐらいの初日の滑り出しだったんですけども、ね、はい、まさかのもう、二日目で番狂わせということで。びっくりです。でですね、今日は福ちゃん、はい。そうですね、今日は福さんです。福ちゃん。まあ今のところは、まあ、黒魔同士になるのではで、下馬評的にはもう、そうなんですけどね、まあ、まあ先ほどちょっとね、はい、インタビューもしましたけど、味わいどころというか、はい、面白みのあるところがね、まあでも、すでになんか、チケットも70枚。ああ、なるほど。出てて。はい。で、まあちょっと拓也さん、平では。ね、ただまあ、ただまあ、拓也に勝つには、拓也の場合、チョメピーに勝つには、ね、まあ、52、拓也が42で、はい、で、チョメピー52とかだから、ね、えぐいことにはなってるんですけども、そこまでひっくり返せるのか、チョメピーはスパチャで大逆転あったんですけど、はい、まあでもさっき聞いたらね、はい、まあちょっと、ね、まずライブは、男一本。なるほど。ツイキャスのコメントは見ねえ、俺のライブを見ろ、みたいな、おらみたいな、俺は男だぜ、やるんだ、みたいな感じで行くと。はいはい。で、その後、あの打ち上げのゲストは、はい、有名人呼んでるって。ああ、なるほど。そこはゲストだもんという、ね。なるほど。まあ、さすがに何ともこう、福ちゃんっぽいふわふわな戦術ですけれども。まあ、そういうところがきっと出るか、京都です。いや、楽しみです、ね。まあ、ね、あれで、まあ、今日も一つよろしくお願いします。はい、お願いします。